はい、というわけで、今日はですね長時間生配信でございます。ちょっとね自分でも確認しました。10時から12時までトビクル始めます。よし、今日はねもうゲーム3枚ヒーンとこんなところに何しに来やがった麦わらのルフィ。お前をぶっ飛ばしに来た。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。名言。このグランドラインにゃよ。よっしゃー、出たぞ、行くぞ何をしに来た麦わらのルフィ。国、おかしなことを言うやつだ。国はこれから奪うのさ。もう奪ってるじゃねえか。ここが本当にあいつの国ならビビはもっと笑ってられるはずだ。それが戦う理由か。他人のために死ぬのか。この国もあの王女も海賊のお前らには何の関係もねえだろ。ビビは人に死ぬなっていうくせに自分は一番に命を捨てて人を助けようとするんだ。ほっといたら死ぬんだよ。お前らに殺されちまう。わからねえやつだ。だからその厄介者を見捨てしまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから。仲間だろうが。あいつが諦めねえ限り俺たちも戦うことをやめねえんだ。たとえてめえらが死んでもか。死んだ時はそれはそれだ。いけるか。サーブルスペシャード。戦いの続く宮殿広場で声を限りに叫ぶビビ。しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まった。同時に降り始めた雨に戦場の殺気が薄まっていく。ついにビビの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声が。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王ホムラの姿を現し、民衆に終戦を宣言する。こうしてアラバスタの内戦は終結した。王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは誰も知らない。
海賊たちの戦いは誰も知らない。大変だ、軍艦が向かってくるぞ。なんでだよ、前とは違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんな、あ、見ろ、来たぞビビだ。いやいや、無理無理無理ちょっと無理だよね、そんな急にさ、リムと話すの分かったけど。音声いいかな、大丈夫そう。スマホが鳴っております。おっきい、だいぶ。おお、チルコちゃんこっちって言ってる。なになに、どうした、どうしました。じゃあ7時まで、7時までやりますね。よっしゃー、やばい、もうすでに楽しい、まだやってないのに。まだやってないのにすでに楽しい。やばいやばいやばい、よっしゃ行こう、頑張ろう。お役に立ちたい、お二人の下手なりにお役に立ちたい。あ、いるね、あそこにいるね。どうだ、逃げに、これで逃げたと思うんだ。よしよし、倒した倒した、ナイスナイス、できました、オッケー。あの、申請送ったよ、フレンド。喜んでもらえて。娘も一緒に参加できました。夢のよう。よかったよかった、喜んでもらえて。お名前、なんて呼び捨てたらいいですか？娘ちゃん。ジジー、ナイス、めっちゃ楽しいんだけど。もう、やばい。やばい、めっちゃ楽しいんだけど、どうしよう。ナイス、ジッチ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、ジッチジッチ、イエーイ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 、あ、消えちゃった消えちゃった消えちゃった。やっぱトレクルすると急に眠くなっちゃうわけ。今まで、あ、でも午前中は眠くなかったな、さすがに。あー、楽しかった。みんなはいかがでした？本当にありがとう、ありがとうね、みんなのおかげで本当楽しかったです。余裕でまだできます。よし、ではこれで、長時間生配信終わりにしたいと思います。本当にありがとうございました、来ていただいて。楽しかった、ゲーム三昧、
ゲーム三昧ありがとうございました。もうちょっとコメント流れたら終わりにします。はい、ありがとうございました。バイバイ、ありがとう。ツイキャスやります遊びに来てください。ありがとう、ありがとうね、みんな。バイバイ、ありがとう。おります。